エイブン・ネルソンはアメリカ合衆国の植物学者である。ロッキー山脈の植物の研究を専門とした。ワイオミング大学で55年間にわたり教授を務め、1918年から学長も務めた。アメリカ植物分類学会、アメリカ植物学会の会長を務めた。アイオワ州、リーグンのシュガークリークで、ノルウェーからの移民で、 クエーカー京都の家族の4人兄弟の罰子として生まれた。ミズーリ州カークスビルの州立市販学校を1883年に卒業し、1887年に MSD を取得した。ミズーリのドラリー大学で研究を続けた後、ハーバード大学で1892年にマスター・オブ・アーツを取得した。1893年に、 ロッキー産地標本館の設立者の一人となった。多くの植物の記載を行った1887年にワイオミング大学に来校し、1901年に米国科学振興協会のフェローに選ばれ、1904年にデンバー大学から博士号を得た。1917年にワイオミング大学の学長代行に選ばれ1918年から学長となり、 1922年まで勤めた。1934年にアメリカ植物学会の会長に選ばれ、1927年にコロラド・ワイオミング・アカデミー・オブ・サイエンスの共同設立者となった。1935年にアメリカ植物分類学会の会長となった、アブラナ科の植物の俗名、アネルソニャなどに懸命されている。A ・ネルソンは、 植物の学名で命名者を示す場合に英文ネルソンを示すのに使われる。ありがとうございます。